日本の未来はロボットが救います。そのためにアークプロジェクトを。やはり初めから軍事利用が目的だったのか。ならば私にも考えが。研究中に事故死したのにニュースにもならず計画は続行って。仕方ない、スイッチオン。機械生きてるもの傷つけない方がいいよ。機械じゃないんだから。ジローに組み込んだ良心回路に未来を託すんです。機械の暴走は機械の手で止める。人間を守るのが機械の使命だ。いずれ君が何かを守るために何かを捨てなければならない時が来るだろう。もうやめて。どうせプログラムされてることなんでしょ。ダークプロジェクトの幕開けだ。